どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり、本当にありがとうございます。今日は、先日、そのフリップターンで、僕の持ってるトラウマについて、聞きたい人という話をしたときに、コメント、一件だけだったんですけれどもね、聞きたいというコメントをいただいたので、そちらの件について話していこうと思います。本当はこの手の話というのは会員限定のね、動画にしておこうかなとも思ったんですけど、僕がそう皆さんに伝えたいことっていうのは、いつでもうまくいってるわけじゃないっていうことをしっかりと伝えていきたいなっていう、そのやり方がどうこうとかっていうのももちろん大事なんですよ。その泳ぎ方がどうとか、そのターンの仕方がどうとかっていう、そのやり方、ハウの部分はやっぱり大事だとは思うんですけど、でもやっぱりそのどういう、その、心意気でやっていくのかっていうことの方が大前提としてやっぱり僕は大事だと思うんですよね。なので、今回はちょっと僕の失敗談を皆さんにこう話していくという形でやっていきたいなと思います。なぜなら、うまくいく方法っていうのは人それぞれ違うけど、失敗する方法っていうのは大体共通してるんですよ。大体共通してる。なので、失敗する方法さえ回避していけば、おのずと成功に近づいていくということですね。なので、僕のフリップターンの、苦い思い出について、今日は話していこうと思います。まず、僕は競泳選手を始めたのは小学校2年生からで、で、大会を通して、確か小学校3年生くらいのタイミングでは、辰巳のプールでレースしてました。生まれて初めて辰巳国際水泳場に行った時にね、会場の大きさに圧倒されて迷子になったのをね、よく覚えてます。今では、辰巳国際水泳場はそんなに広いとは思わないんですけど、やっぱり多分体がちっちゃかったし、目線も低かったから、すごく広く大きく見えたんでしょうね。なので、もうその会場に行くだけで緊張しちゃう。大きすぎて広すぎて迷子になっちゃうし。そんな中でですね、初めて辰巳でレース出た時に50メートルの自由形で、やっぱり当時9歳、10歳ぐらいだったので、そのジュニアオリンピックの標準記録を突破するためにこう必死になって泳ぐわけですよ。で、25メーターバーって泳いでって、ターンした時に思いっきり滑ってしまったんですよね。で、それで自己ベストから大幅に遅れるタイムを出して、コーチにはもちろん怒られるし、で、その後、2回か3回、辰巳でレースがあったんですけど、50メートルの自由形出るたんびに、フリップターン全部滑って、なので、地元のプールでレースした方が、タイムがいいっていう、そういう状態だったんですよね。なので、なんで滑っちゃうのか僕自身は全然わからなかったし、ただとにかく辰巳でレースをするとターンが滑るっていうのだけはわかってるから、どんなに大会の、2日前とか3日前ぐらいまで調子が良かったとしても、レース当日になると絶対にお腹下しちゃうっていうね。なので、もう嫌だったんですよ、本当に辰巳でレースするのが。僕の場合は、両親も別に競泳をやってたわけではないので、僕がどうして滑っちゃうのかっていうのは両親もわかんないし、コーチもよくわかんないし、みたいな感じで、もうとにかく辰巳でレースするのが嫌だと。で、今回は絶対滑らないってこう自分に言い聞かせてレース出ても結局滑っちゃうみたいな。それをね、こう繰り返していたんですよね。だから本当に辰巳でレースするの嫌でした。何回も同じこと言うけど、それぐらい嫌だったってことです。子供ながらに。で、どうやってそれをこう直していったかというと、どうやら壁に対してこう垂直に蹴ってない。というのも、大体子供の選手コースとかだと、その一つのコースの中に結構な人数が一緒に泳ぐんですよね。ぐる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 。で、右回りで泳ぐから、こう自分がコースの中の右側を泳いでいって、ターンをして抜けていくときに、対向車の人とぶつからないようにするために、こう、壁を斜めに蹴って出ていくっていうのを、多分ずっと反復練習してしまっていたんですよね。なので、レースでも、こう真ん中を泳いでるつもりだけど、ちょっと右側を泳いできて、ターンをして出ていくときに、まっすぐ出ていくつもりなんだけど、実際はちょっとこう、どっち側だ？こっち側だ。こうやって泳いできて、こっち側。だから、左側から右側に向かって壁を蹴ろうとするという力を、レースでも出してしまっていた。で、辰巳の壁っていうのは、僕が普段練習してるプールに比べると、この壁のザラザラがすごい少なかったので、まっすぐ蹴らないで、横方向の力がかかると、ずるって滑っちゃうっていうね。で、それでスリップしてたっていうことが判明したので、そっから先どうしてたかというと、毎日夜ですね、家のこのタンスに向かって、布団敷いて、その上から壁の方に向かってでんぐり返ししていって、まっすぐタンスに壁足ついて、で、まっすぐタンスを蹴るみたいな練習をもう毎日やってたんですよね。で、練習でももちろんそういうつもりで練習して、それでもやっぱり不安なんですよ。どんなに練習してまっすぐ蹴れるようになったって言っても、辰巳で滑らずにターンできたことは一度もないので、レースの時すごい不安で、結局その時もお腹壊したのを覚えてます。で、その時のレースは初めて滑らないでターンできたんですよ。だからそこでようやく僕の辰巳国際水泳場で泳ぐとターン滑るから怖いっていう、トラウマっていうやつですよね。それがようやく払拭されて、そっから先は辰巳のプールでね、いいタイムを出していけるようになったっていう話なんですけど、やっぱ失敗することっていうのは本当に誰にでもあるし、僕にももちろんあるし、そのできなかった時間もすごい長かったりとかしたし、できないことももちろんたくさんある。なんだけど、自分がもしそれを続けていきたいなっていう、自分が、例えば僕の場合と言ったら水泳ですよね。水泳とか、フィンスイミングとか、好きなんだって思うのであれば、ちょっとできなかったぐらいで、諦めないっていうね、そのへこたれないっていう、どうすればできるようになるのかなっていうのを、小学校3年生くらいの僕でさえ、どうすればできるようになるんだろうって考えてたし、それに親もね、一緒に付き合って考えてくれたっていうのもありましたけど、小学校3年生の吉弘でさえ、そういうメンタリティで挑戦していたので、結構ね、少しできないと、いや、私にはこれ向いてないからって言って、やめちゃう人っていうのが結構多いんですけど、でももし水泳が好きなら、皆さんが別に水泳以外の他の好きなことでもいいと思うんですよ。好きなものに対して障害にぶつかった時に、どうやったらこれできるようになるのっていうのを、ぜひ考えてみてほしいし、挑戦し続けるっていうことを、前向きにやってもらいたいんですよね。うん。なので、僕にとってこのフリップターンの、毎回お腹下しちゃうっていうね、話は、非常に恥ずかしい話ではあるんですけど、でも、こういう失敗したこととか、悔しかったこととか悲しかったこととかっていうことを、皆さんに共有していくことが、ひょっとしたら皆さんにとっての、失敗を防ぐための方法になるかもしれないと。で、一番最初にも言いましたけれども、僕のやり方と同じやり方をしたから必ず成功するっていうわけではないと思うんですよ。いろんなアプローチの仕方があると思うんです。山登りと一緒ですよ。富士山に山頂に到達するためには別に一つのルートじゃないじゃないですか。いくつかね、登るルートがあって、どこを選ぶかっていうのはその人次第なわけですよ。でも、最終的に頂点にたどり着ければ、ね、ご来光をね、見ることができたりですとか、今まで見たこともないような美しい景色を見たりとかすることができるわけですよね。なので、一つの方法でうまくいかなかったからって言ってサジを投げてしまうんじゃなくて、ぜひしっかりとね、いろんな方法を試して、もう何が何でもね、できるようになってやるんだっていう、そういう心意気でね、ぜひ、改良して、いろんな方法を試してもらいたいなって思います。はい。競技生活も僕もある程度長くなってきてるので、恥ずかしい話とか、失敗した話とか、結構たくさんあるんですけど、もし今回の動画が、そうですね、YouTube で動画上げるときっていうのは、だいたいここ最近10本上げたうちの、だいたい何位です、みたいなのがね、出るので、順位が1日24時間、公開して24時間して、順位が5位、以内に入ってたら、またこの手の動画っていうのはちょっと上げてみようかなと思います。もし残念ながら入らなかったら、こういう話っていうのは、裏話的な話として、会員限定の動画の方で話していこうかなと思います。はい。ね。というわけで今回のエピソードはここまでにしたいと思います。最後までご視聴くださった方は本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイ。